兵庫県道31号、福良 A、岩屋線は、兵庫県南淡路市から淡路島西岸を経由して、淡路市に至る県道である、淡路サンセットラインの愛称が設定されている。主に、淡路島の西海岸線を走る兵庫県の県道の路線の一つで、主要地方道に指定されている。淡路島南部に位置する南淡路市内の、 八幡交差点で国道二十八号から分岐して、三原平野の西端部を北上し、同市港から針真灘に面する淡路島の西海岸沿いに淡路東北端部を回り、終点は淡路インター前交差点で国道二十八号と接続する。愛称、淡路サンセットラインの名の通り、晴れた日の夕刻には、瀬戸内海に沈む夕日を眺めながら、 海岸戦争に走ることができるルートである。主な通過地は、南淡路滋賀州や幡松方西寺、港、洲本市五色町都市、淡路市群渓、幾波富島、岩屋である。神戸淡路鳴門自動車道とも連絡しており、西団三原インターチェンジ、北団インターチェンジ、淡路インターチェンジで結ばれる。淡路市の島のごく一部を除きに車線。 旧北団町旧一宮町の沿線は、阪神、淡路大震災で壊滅的なダメージを被った。また、淡路市工芸南は、淡路島女子駅伝競争大会のコースにもなっていた。制限速度は、起点から西地北交差点、洲本淡路市境付近、淡路松方交差点から、終点の三区間で時速5 0トル、それ以外の区間は時速4 0トル。 天道の両端は北部東海岸や南部内陸部につながるが、淡路島北端部から四十キロメートル以上にわたり、市街地や内陸部を挟みながら、瀬戸内海に面する西海岸をたどっていく。そのため、夕暮れ時は夕日に染まった瀬戸内海を望みながら、クルージングでき、特に淡路島北端の江崎灯大付近から、野島引裏集落までの約七キロメートル区間と、 中部の、高井崎付近から、明神集落を挟んで、津市港までの約6キロメートル区間は、海沿いに視界が明けている。本堂の標識淡路市の島引き裏で撮影、張真灘沿い淡路市の島江崎で撮影神戸淡路、鳴門自動車道付近西段三原南淡路市七で、撮影南淡路市須本市淡路市。ありがとうございます。